2018年6月30日午後1時21分でございます。土曜日です。土曜日の昼です。本当は昨日の夜に、収録しようと思ったんですが、ちょっと眠すぎて睡眠を優先しました。眠すぎるのは試合を見ているからですね、ワールドカップの。あ、そうだ、日本が決勝進出しました。おめでとう。おめでとう。なんか卑猥な音にしかなんないね、ちょっと湿った感じの。もっとあれか、なんかこうもっと早くやればいいのかな。でもこれ早くなっただけだな、卑猥な音が。こう往復のペースが上がっただけですよね。はい、とにかく私の手の質の問題だと思うので、はい、とにかくそう、日本おめでとう。おめでとう。まあなんとも締まらない上がり方ですし、なんとも締まらない最終戦でしたが、でいろんな意見あるようですが、まあいいですよ、まあルールの範囲内でのことだから。でも試合が面白くなくなったのはその通りなので、まあでもこういうね、こう叩かれるのも覚悟してやったことだろうから、とりあえずまあ結果出しはみんな手のひら返すから、次ベルギー戦ですよ。イングランドと当たりたかったけど、それはイングランドの方が弱いからということではなくて、決してそういうことではなくて、イングランドと当たった方が面白そうだからです。イングランドの方がやらかしてくれそうだからです。でもね、ベルギーもすごく前のめりで、攻撃は強くて守備が大したことないっていうチームなので、それは多分日本もそうですから、こう乱打戦になるんじゃないかな。こう5対4ぐらいの試合を見たいよね。5対4ぐらいの湘北対豊玉みたいな感じになるんじゃないでしょうかね。まあ日本は主力を休ませる戦法に出ましたから、ポーランド戦で。でまあベルギーもそうなんですけどね、勝ち抜け決まってたから2戦目にして。じゃあもう今度は主力が出てきますから、ポーランド戦でいなかった本田も香川も出てきますから、大迫、長谷部は途中から入ったけど、とにかく本田も香川も大豆も野菜も赤飯も1分間で出てきますから、見とれよ。ベルギーには1回勝ってるからな、ザックジャパンの時に。ザックジャパンの時だからもう4年前の話だけど、とにかく勝ったから。まああの頃よりベルギー強くなったけどさ、相当。でもいけるって。そんなコロンビア、11人のコロンビアより絶望的な相手ではないって。大丈夫だって、いけるって。で乱打戦になるか、バカ試合になるか、ボコボコにされるかのどれかだと思いますよ。 3-0 か 3-0 で負けるか、5対4ぐらいで勝てるか、それとも5対2ぐらいで負けるかです。そんな感じですよ多分。 1-0 とかのそういうしょっぱい試合にはなんないと思います、多分ね。まあそういう日本ってなんか本当湘北みたいで好きなんですよ私。スタメンは強いけど控えはガクッとレベルが落ちると。だスタメンが試合に出られないと勝てないし、スタメンが出ずっぱりなのでどんどん疲労が溜まっていくと、そういうなんか弱小チームっぽい感じ好きなんですよ私、日本代表の今の。だから頑張ってください。ポーランド戦全然面白くなかったけど、なんかタラタラ、お互いにタラタラした入りだったからさ、
コロンビア対セネガルの方がよほど面白かったですよ。スピード感があって、コロンビアもセネガルもなんか速いチームだから。まあベルギーに勝ってもその後ブラジル対メキシコの勝者ですから、メキシコはいつもベスト16で敗退しているので、でまあ下馬評的な実力差から見てもブラジルが上がってくるでしょう、おそらく。じゃあブラジルには勝てる気が全然しません、私は全然しませんが、でも西野ジャパンですから、それでも西野ならなんとかしてくれるんですよ。本当なめるなよっていうことですよ。ブラジルは強いぞ、知ってますよ、マキさんっていう。知ってますよ、マキさんって、仙道って大塚芳忠さんなんですよ、確か。声優さんが、アニメ版の。大塚芳忠って言うと、ヤザンですよ、ヤザン。ヤザン以外で言うと、あれですよ、バンキシャのナレーターですよ。縮んどるぞ。全然できない。冗談じゃないよ。これは、たけしさんですね。まあ、それでブラジルに勝つとね、ブラジルに勝つと、その後のことも考えるの？ブラジルに勝つと、なんか、多分、ウルグアイ、ポルトガル、フランス、アルゼンチンのどこかの勝者です。いやー、あれだ。厳しいね。あ、でも、ベスト4まで行けば、負けても勝ってももう1試合できるから、3位決定戦っていうのがあるから。何決定戦は面白いですよ、いつも。なんか、みんなどうでもよくなってね、その硬さがなくなって、すごいスピーディーな試合が見れるから、3位決定戦は面白い、本当に、毎大会。あの、7大会のドイツ対ウルグアイとか、すげえ面白かったよ。あれも3-2でドイツが勝ったんですけど、確か。ドイツ、なんかインフルエンザが流行ったかなんかで、結構メンバーが違ったんですよ。ノイアーも、正キーパーのノイアーも出てこられなくて、第3キーパーのブットがやってたんですよ、ブットが。ドイツっていいキーパーたくさん出るから、ポジション争いも激しい。カーンとレーマンもほぼ同世代なのに、カーンが引退するまでレーマンは正キーパーになれなかった。そして今もノイアーとかね、ノイアーはバイエルンでやっててね、テアシュテーゲンっていうね、テアシュテーゲンはどこでやってんだっけ、バルサかマンユーかレアルかどこか。バルサかな、バルサじゃないかな。レアルはあれだもん、コスタリカのナバスってキーパーですもん。コスタリカですからね、コスタリカ。プエルトリコですからね、プエルトリコ、コスタリカ。アンティグアバーブーダ、セント・ヴィンセントおよびグレナディーン諸島。うん、はい、はいはい、うん、はい。そう、ドイツ負け上がった、あいつなんの野郎。私はどこを応援したらいいんだ、ドイツ、アンパイのドイツを2002年からずっと応援してたのに、無様に負け上がったドイツ。あんだけ決定力なければそりゃ負けるわ。ドイツ勝ち上がったとしても次の相手が多分ブラジルかスイスでしょ。ブラジルだったらきつかったろうな、あんな感じだと、あんな出来だと。そう、あの試合もドイツ戦だから生で見たけど、すごい見て損したもんね。全然決まんねえでやんの。もうさ、こういう正論はさ、言うと嫌われるけどさ、もうほんと、わざわざ深夜や早朝に起きて試合見てやったのに、ひいきのチームが負けるとすげえ腹が立つっていうのは何回も言ってるね。多分これドイツが今回メキシコに勝った時も言った気がするが。だってこっちは、ひいきのチームが勝って、いい気持ちになりたいから見てるのに、いい気持ちになれないわけですから。そうでしょ？スポーツを見る理由なんてそんなもんですよ。いい気持ちになりたいから。いい気持ちになる理由はいろいろあります。多分、
通の一般人は悲喜のチームが勝つと嬉しいからです。それだけです。悲喜のチームが勝つと嬉しいから、悲喜の選手がいてその人を見たり、あるいはその人が活躍したりすると嬉しいから、こんなもんです。別に悲喜のチームとか特になくて、素晴らしいサッカーや技術を見たいって人も中にはいると思いますが、これは多分専門家ですね。元選手とか監督とか解説者とか、そういう人たちですよ。でワールドカップの時だけサッカー見るような、こうね、にわかはさ、私も含めてだけどさ、いい気持ちになりたいから見てるのであって、それが達成されないとすごい腹立たしいじゃない。だってハッピーエンドだと思って借りてきた映画がなんかグログロの終わり方だったみたいなことですよ。こっちはハッピーエンドを期待して見てるわけですからさ、まあ、それはスポーツだからさ、どうなるかやるまでわかんないんだけどさ、でもさ、まあまあまあ、だけどちょっと待って、でもやっぱりどうしても腹が立つね。応援はできないね、素直に。ドイツ、クソ、ドイツ。だってそう、サッカー選手もよく自覚しなさい。いいですか、あんたたちが球遊びをしているだけで飯が食えているのはなぜですか。あんたたちの球遊びをお金出してまで見ようとする人がいるからでしょ。で、そのお金出してる人はなんでお金出してまで見ようとしてるかっていうと、いい気持ちになりたいからですよ。いいですか。それをいい気持ちにさせなかったってことは、要は芸人が舞台で滑ったみたいなのと一緒ですよ。君たちプロとしての仕事をしてないってことですからね。そこはよく自覚しなさい。こういう正論言うと多分また非常に嫌われるけど、でも正論だと思ってるから。これ前もちょろっと言った気がするけど、伊達公子がね、一回引退して復帰したじゃないですか、また。で、その試合でなんか観客に試合中に文句をつけたと叫んで、例えば伊達公子が失敗したり相手選手が点取ったりするたびに、多分見に来てた日本人だと思いますけど、が、あーとかってため息を出すと。それに対して伊達公子がため息ばっかりみたいな風に怒ったっていうニュースがあって、私それ怒るのは筋違いだと思いました。さっきと同じことを言いますけど、伊達さん、あなたが玉遊びをしているだけで飯が食えているのはなぜですか。遊びじゃないって、プロだって、そういう問題じゃないよ。そこは本質的なことではない。あなたが玉いじりをしているだけで飯が食えているのはなぜですか。あなたの試合をお金を出してまで見ようとする人がいるからでしょ。その人はなんでお金を出してまで見ようとするの。あなたは応援してるから、素晴らしいテニスを見たいからでしょ。そこにプロと、それをやるのがあなたのプロとしての仕事であって、それできてないってことはあなたが全面的に悪いということです。もちろんお客さんを応援した方が多分勝利に近づくのはそれは確かなんですけど、そんなお客なんて素人なんですから、そんなあなたが負けてる時にまでこうずっとメンタル保ち続けて応援することなんか期待しちゃいけませんぜ。応援する、そういう素人を応援する気にさせるようなプレーを見せるのもプロの仕事ですから、いいですか。そこ勘違いしちゃダメよ。あなたたちがやってるのは所詮玉いじりですから。玉いじり、ああでもまあこれはね、所詮玉いじりとは言うてはみたものの、別に職業に寄せんはない。私のやってるのもただの同さらいですから。弁護士の仕事なんて社会の同さらいですから、職業に寄せんはない。何かあなたのできることがあると、それにお金を払ってくれる人がいる、そこがもう成立して、あなたが何かをしてそこにお金が払われたのであれば、それはもう全員プロであって、プロとしての仕事ですから、別にまあだからその社会にどれだけ役立つか役立たないかみたいな視点でね、
職業ランク付けすることはできるだろうけど、まあちょっと玉いじりとは言い過ぎですけど、まあ玉いじりは玉いじりでしょうから、人の様の役に直接立っているわけではない仕事ですから、医者とかさ、介護士とかさ、そういうんじゃないでしょ。でもね、というわけでドイツ代表、まあ次のユーロまでに頑張ってください、頑張ってください。ドイツはずっとフォワードがいない、フォワードがいないと言われてて、クローゼ見に来てたね、韓国戦、あの出場停止のボアテングとの隣で、わかる、あのクローゼってちょっとわからない人のために説明すると、ドイツ代表で長いことあの一番前のフォワードをやってた選手で、ワールドカップでの通算得点数1位、歴代1位、16点の人です。で出るたびになんか 5点ぐらい取ってるから、でこの前引退したんですよ、この前そうそう、そのクローゼがあのだし韓国戦をロシアに見に来てたわけで、1個席空けて隣に出場停止でベンチに入れないボアテングっていうドイツの選手がいたんです。ジェローム・ボアテング、ルーツはガーナのはずで、この人お兄さんケビン・プリンス・ボアテングっていう人はガーナ代表でしたね、この人は。そのクローゼとボアテングが試合見てるんだけど、この二人がすげえ冷静だったのがドイツ対韓国の試合は一番面白かったです。しかも一個席空けてるわけですからね、この二人の間多分そんなに親しくはないんだろうなと、お互いなんでこいつのとの近くなんだろうって思ったんだと思うけど、なんかボールをさこう左右に目を振って見てるだけなの、二人とも。ボールがあっち行くとうーってこうグッて目をそっちにやって、またゴールキックで反対側行くとうーって動くっていう、あれ何なんだろうね。マラドーナとかも見に来てたけどさ、そういう有名な選手はなんかコネでチケットもらえるのかな、あれ席を、なんか関係者席みたいなの、それはいいのか、これだけ手に入りにくいと言われているワールドカップのチケットを、そんな有名選手だからっていうだけで見られていいのか。まあまあいいだろうけど、別に人間なんてそんなもんでしょうから、自分が親しい人、有名な人にはこう世話焼いてあげたくなるのが人間ですから、そこはいいんでしょうけど、さすがにあげてはいないよね、買ってもらってるよね、優先的に確保しますよってだけで。うん、なんだっけ、クローゼ、ブローネ、ボアテン、違う、そうじゃ、そうじゃない、違う、何の話だ、クローゼが見に来てた、うん、何の話だっけ、本当に。クローゼが見に来てた。まあ、だからすごい冷静だったけど、クローゼ。多分腹渡は煮えくり返ってたのかな。だからクローゼがいなくなったと、ドイツのフォワードがいない状態で、なんか本当は一人でいいから欲しいよね。レバンドフスキとかさ、マンジュキッチとかさ。なんかオランダとかポーランドの人でいいからさ、ドイツもなんかこう他にもいろいろダメなとこあったんだけど、なんちゅうかさ、と
まあ別にキーパーのノイアーは私は悪くはないと思ってますよ。ノイアーが上がった結果点入ったんだけど、2点目は劣勢に立たされたドイツの名物ですから、キーパーのノイアーっていう、これもうワールドクラスのキーパーですけど、とんでもない位置にまでノイアーが上がってくると、負けてる試合の終盤のドイツの名物ですから。でも私はキーパーがさ上がって何か結果を出した試合って今んとこ見たことないんですけど、私がそんなに試合を見てないだけかもしれないですが、そんなに有効な戦術では正直ないんではないでしょうか。なんかインテルのトルドっていうキーパーはコーナーキックかなんかで敵のゴール前の混戦で最終的に自分の体にボールが当たって入ったっていうことはあったようですが、それぐらいしか知りません私も。だから別に上がんなくていいんじゃないかな、こういうふうな子がみたいに点入れられるリスクもあるわけですから。てかむしろ上がってきたノイアーにパスを出すなよって話ですよね。ノイアーが取られたんだから。ドイツがいなくなって日本は応援するんだけど、どこを応援しようか。日本はベルギー戦、ブラジル戦両方とも勝ち抜ける感じはしないので、どっちかで負けると思うので、ちょっと最後まで楽しむためにはベスト4に行きそうな国を応援しておきたいんですけど、ドイツを長年応援しすぎたせいでドイツの敵は応援する気になれないので、ドイツの敵って今回出てる中だとまずスペインです。スペインは7大会のワールドカップ準決勝と2008ユーロの決勝で苦杯を舐めさせられましたから、苦杯をね、苦杯って舐めさせられたからもうドイツの敵だし、イタリアもドイツキラーなのでドイツの敵ですよ。今回出てないけど、これは本当データとしてあるんですが、ワールドカップや欧州選手権といった公式戦でドイツはイタリアにまだ勝ったことがありません。2006ワールドカップの準決勝、2012ユーロの準決勝、あれ合ってるよね、そうそう、2016ユーロでは確か勝ったけど、これも PK 戦の末ですから、 PK 戦は公式記録で引き分けになるので、勝とうが負けようが、あとはブラジルはなんかいけすかないし、全体的になんか人をちょくってる感じがしてネイマールのイメージだけで言っている気がしますが、なんとなくなんか強すぎていけすかないな、ブラジルは。やだな、ふーんだ。ポルトガルもちょっとクリスチャーノ・ロナウドがイケメンすぎていけすかないから、ふーんだってことですよ、ふーんって。イングランドとアルゼンチンにはドイツは相性いいので、なんかボコボコにできますからいいんです。別にこう微笑ましく見てられるから。でもなんかでも敵っちゃ敵なので、あんまり応援する気になれないから、やっぱり結局ウルグアイだな、まずウルグアイ。そして今回、やっとちゃんと強いクロアチア。毎回タレントを要してダークホースとか言われながら結果はいまいち出てなかったクロアチアが今回スペインに向かって全勝でグループ突破で、スペインに勝ったわけじゃない、アルゼンチンに勝ったんです。全勝でグループ突破でちゃんと強いクロアチアですから。あれ、グループ C だよね、 D じゃない、あれ、いや C だよ多分。お、 C か、 A がウルグアイ、ロシア、エジプト、サウジアラビア、 B がスペイン、ポルトガル、モロッコ、イランですよ。
C は？ C はなんだ？ C は違うよ。C はフランス、デンマーク、オーストラリア、ペルー。D だよ、そう。D、クロアチアの相手はスペインじゃない。確か。デンマークだ、多分。デンマークですから。いけるって。私はウルグアイとクロアチアを応援します。頑張れクロアチア。コバッチ2つでニココバッチっていうギャグを考えたから、私もこれコバッチ。一応解説をしておくと、ニコっていうのは東欧圏でよくある名前です。ニコ、あの GTA4 の主人公もニコでしたね。ニコベリー、ニコベリック、ミハイルがニコを呼ぶとニコベリックってなるよ。そのディミトリがミハイルを呼ぶとミハイルってなるよ。はい、ミハイル。ディミトリってね、ディミトリの話やめようね。ネタバレにしかなんないからね。GTA4 ってゲームやってね、みんな。あれ、そんなに面白くないけど。5の方が面白いよ。はい。はい。だからクロアチアとウルグアイだ。ウルグアイはフォルランは好きだったけど、フォルランもいないが、まあ、スアレスもカバーニもいるし、スアレスはなんかこう、泥棒猫みたいな目をしているけど、あの、ネズミみたいなね、ノネズミ。頑張れウルグアイ、頑張れクロアチア、そして頑張れ日本。だし、なんだかんだで日本を一番応援してますからね。日本の動向に一喜一憂する小市民ですから、私は。至って普通の人ですから。日本を一番応援していますから。未だかつて達したことのない高みへ。目指せベスト8、ベスト4。おほほ、頑張れ日本。というわけで、もう27分が経っている。はい、頑張れ。まあベルギー相手に勝てればみんな手のひら返すからというあたりで、ちょっとじゃあまたサッカーの話を続けますが、だからそう、眠かったわけよ。そう、眠かったから、なんで眠いかって、試合を見てるからなんだけど、今回の試合が、あのグループは9時から始まる試合と12時から、0時から始まる試合と3時から始まる試合があって、9時からのはまあ普通に見れますけど、12時からのと、3時からのはきついと。ロシアとの時差は6時間なので。でも日韓大会とかってやると、要はリアルタイムで試合始まりますから、午後の3時ね、昼間に始まる試合とかあるわけですよ。それは当時学校に通ってた私は見られなかったわけで、ちょうどいい時差のとこでやってほしいよね。なんか3時間遅れぐらいのとこ。ロシアで6時間だから3時間遅れってなると、多分東南アジアとかになるんじゃないかな。どうでしょう、東南アジア。東南アジアですよ。あの、アジアの中でもさらにサッカー未開の地ですよ、東南アジア。どれぐらいでしょう、東南アジアの時差。インドネシア。あれ、インドネシア。プラス2ぐらいです。
そうするとインドじゃないかな、インドぐらいじゃないかな。ほら、インドで3時間半だから。インドぐらいでやってほしい。インド暑いだろうな、インド。インドはな、あの辺はアジアの中でもさらにサッカーが弱いところなので、インドでワールドカップをやれるのはいつの日でしょうか。アジアでサッカーが強いのは日本、韓国、オーストラリアと中東の国のいくつかなので、あとはまあ北朝鮮とかもいるかな、ちょっとは。インドでワールドカップか、インド暑そうだよな。じゃあもうちょい北の方がいいな。インドの北っていうとでもカザフスタンぐらいか。カザフスタンはね、これなぜかヨーロッパでやってるんですね。ヨーロッパサッカー連盟所属なんです。元ソ連だからです。確か元ソ連の国はソ連崩壊後アジアに入るかヨーロッパに入るか選べたのかな。カザフスタンだけかな、それ。でウクライナが例えばヨーロッパからアジアに入るとかって言われても入れねえだろ。インド。どこだろう。でも案外あのシベリアのあたりの時差そうでもないんじゃない。カザフスタンで3時間だ。例えばウラジオストクは、ウラジオストクは1時間なんですな。1時間だとちょっとね、だからロシアの真ん中ぐらい、インドの北ぐらいのところでやれば暑くもない。じゃないよ。で、私はやっぱりもう一回日本でやってほしい。日本で。それはいつの日だろう、本当。インドでやるのと日本でもう一回やるのとどっちが早いだろう。最近のトレンドはね、なんか多分どっかと共催って形にすると来やすくなる。日韓共催はもう一度やってしまったので、そんな遠いとこと共催するわけにいかんから、台湾と共催とかね。多分中国と台湾が共催とかだったらなんかこうすごい平和的なイメージにも生まれるから来るんじゃないかな。韓国と北朝鮮共催で誘致案とかもなんかあるようだし、日本ってどこと手をつなぐんだ。韓国と中国と台湾と北朝鮮しか近くにいないですよ。では今日はこんなもんにします。さようなら。ありがとう。さようなら6年生。また会う日まで。Thank you.